青唐辛子とシラスの乗ったカペリーニ。カペリーニはパスタの一種。円形の断面を持つ細長いパスタのうち、非常に細い種類のものを指す。日本ではカペリーニという表記も用いられる。カペリーニの名は、その細さを髪の毛に例えたところから来ている。ジェノバ、バレラティーナ地方、ナポリ周辺に発祥するという。 長い紐状のパスタの姿は、スパゲッティと同様であるが非常に細く、わかりやすく例えるならば、日本のそうめんなみである。パスタの製造元によって規格は異なるが、ロングパスタの中で最も細い製品がしばしばこの名で、呼ばれる。V 等に社は、直径 1.3mm のものを、カペリーニとしており、スパゲッティによりも細い区分である。バでは、 直径一一点五ミリメートルのものをカペリーニとしており、フェデリーニよりも細い。リチェコ社は直径零点九ミリメートルとしており、スパゲッティにフェデリーニよりも細いパスタの規格である。その細さのために非常に火が通りやすく、茹で時間は二分前後と短い。茹ですぎると簡単にドロドロになるので注意が必要である。オイルパスタの容量で炒めると、ちぎれて、 ベトベトになってしまう。このため、もっぱら冷製パスタに利用される。ナポリでは、パイにも用いられる。カペリーニの別名として、天使の髪の毛を意味するカペッリ・ダンジェロがあり、英語名でエンジェル・ヘアー・パスタとも呼ばれる。製造元によっては、カペッリ・ダンジェロを、カペリーニよりも細いパスタを指す故障としている。例えば、リチェコ社では、カペリーニと、 カペリ・ダンジェロを別の製品としており、カペリ・ダンジェロの直径は 0.78mm から 0.88mm の間である。日本ではパスタ販売元も含めてカッペリーニという表記が用いられているが、イタリア語のキャピレニの綴りと発音、コップル、L ・エル・アイ・に照らせば正確な転記とは言えない。カッペリーニと転記されうる、イタリア語の単語には、 キャピレニやキャプレニーがある。キャピレニという名を持つパスタが存在するが、これは小さい帽子型のパスタである。ありがとうございます。